こんにちは。始めましょう。ピノッチオ。ピノッチオ。ピノッチオの映画も先ほど見終わりまして。いや、面白いね。うん、ピノッチオ面白かった。ピノッチオに対してツッコミは誰も入れないの。受け入れちゃった。まあ、ピノッキオの冒険が原作よな。ピノッチオガチャしたいと思います。もうピノッチオで通すのか。だいぶ頑張って今日の日を待っていました。おけつを体を温めながらジュエルを貯めてました。どういうこと？ピノッチオカーニバルワゴン。これ時計ですよね。ああ、そうだね。仕掛け時計が後ろにいっぱいあるやつが。プルフェアリー。黙れ小僧、お前さんが救えるか。どうしたの？プルフェアリー見るとちょっとね、なんか言いたくなる。なんで？ガチャ行きましょう。おけつを、あ、間違えた。ジュエルを貯めてました。わざと間違えたね。3万5000まで貯めてましたよ。これでもピノキオ強いって言われてるから、あ、欲しいよね。行っちゃいましょう。一発目で当てたい。あ、ドキドキ。一発目で欲しいね。星5。一発目でピノッチオを当ててください。お願いします。それ落ち込んかってる。タタタタン、星5が出なくちゃ。いやいやいや、いいの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 、くるりん、いいの。金ピカ。ちょっとスキップします。うい、三輪明宏出た。あ、出た。あ、出た。あ、アキヒロとゼペット出てる。ゼペット、この登場のこの青いライトそっくりだね。ね、そっくりだね。原作映画にこれでもさ、乗ってる雲、あのムファサと一緒じゃない？本当はムファサと同じ。ゼペットさん、はい、マグロ大好きゼペットさん。では20連目いきたいと思います。星5お願いします。星5、星5、星5ください。お願いします。星子出て。あー、静か。キラリーン。はい、何ね、何にもなし。やば。あ、やった、豆の妖精。地味に、なんで豆っていうのいつも。バイオリンが当たりました。見てあげて。いるよ。コオロギに気づいてあげて。バイオリンが当たりましたね。コオロギいるよそこに。豆の妖精が、空豆の妖精が当たりました。なんでいつも空豆の妖精っていうの。地味にクリケット、いいね。バイオリン、バイオリンはいい。ほぼほぼバイオリンです。コオロギだからね。空豆の妖精でしょ。空豆が秋広に命を与えられた形が地味にクリケットです。なんで嘘言うの。30連目いきます。ピノッチオ、ピノッチオ来い。それお願いだって。もうこれで当たってくれないとランピーの顔になっちゃうよ。よし、来たんじゃない。ピノッチオすごい勢いで。ピノッチオ、ブー、頼むよ、ブー、頼むよ、ピノッチョ、ブー強い、ピノッチョ、それピノッチョイントゥージアンノン。ピノキオかっこイントゥージアンノン。ピノキオ美しくなったね。はい、次行きます。かぶりか。なんだこのレビューのお願いって。星5が出た瞬間にすかさずどうですかって聞いてくる。ピノキオかっこアントジンアンノーン。よし、いけ。そろそろ、そろそろ来い。いやー、ほんと出ない。いやー、ピックアップなのにエルサが出るあたりね。やばい。なんかでも黄色いっぱい出てる。ね、金色いっぱい出てる。はい。あ、あ、秋広。フィガロたちも出てるね。次、50連目。ガンガン行きます。もう、もうこれも今回はもうピノキオ取るまでやるんでね。ほんと、ちょっとそろそろ出ないと顔がランピーになっちゃう。そろそろ顔ランピーになりたくない。頑張り、ピノッチオ、ピノッチオ、いいの、いいの、いいの。
ダメだ、マジでダメだ、やばい、金ばっかだね。しかもなんか全然、なんか全然違う子たちね。これでブルーフェアリーばっかりとかならわかるけど、はい、60年目、やばくない、このペースやばくない、辛いな、はい、そろそろお願いします、そろそろお願いします。やばくない、やばい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 、上がらないね、やばい、花火が上がらない、ロバになっちゃう、ほんとこのままだとロバになっちゃう。あーあーってなっちゃう。ああってなっちゃう。お願い、70年目早い。もうそろそろ限界。切ない、あもうロバになってる。いやダメだ、ほんとダメだ、もう今日も爆死だ。あれ、ミッキーさん強くなった。いいよ、もうミッキーさん強くなったりなんなくても。こんなに死ぬ、悲しいね。もう全然ダメだ、何これ、レビューしないから。金はすごい出てんだけどね。来い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 、それダメだ、半分金ピカもすごいけどな。いやダメでしょ、あならだ、ほんとだ、ダメだね、もう結局10回、結局100連だ、あ全然ダメだ、泣きたい、唇拭いて泣きたい時や悲しい時は唇拭いて唇拭いて、いやもうマジで花火上がらない、ダメだ。それちょっと、ちょっとなんか最近爆死しかしてないんだけど、はい、ありがとうございました。結局3万で星5を買うんだね、はい、今回も3万ジュエルで買わせていただきます、ありがとうございました。もう嬉しくない、しかも金むく、ひどくない。ひどくない、100年して星52枚だけでさ、それ以外が本当にやばくない。ピノッチオー、かわいい、ほんと最近やばい、もうずっとやばい。3万使って買うだけのガチャ、もう今回も結構課金したんよ、1万5000円ぐらい課金した、やば、もう落ち込んじゃってる。神経異常症ですわ、もうアレルギーになりましたもん。行かなきゃ、島の遊園地に、喧嘩小屋行かないとね。ストレスを発散しにね。喧嘩小屋行かなきゃダメですよこれ。ミューパレで爆死した人たちと。はい。もうミューパレで爆死した人たちと今からみんなで島の遊園地に行って、喧嘩小屋とかタバコめっちゃ吸ってロバになりたいと思います。まあでも一番ロバになるべきは対等だと思います。ですね。まあ無事ピノキオが手元に来たということで。喧嘩小屋行ってきます。もう帰ってこないなこれ。もう帰ってくるときに人間じゃないんで、ロバなんて。わーあーって言ってます。あー5000ポッチしかなくなっちゃった。いやほんと対等の両親は傷つかないかな、こんなに人を傷つけて、傷つけて人からお金を搾取して、対等の両親はどう思ってんのかな。絶対対等の社員みんなストロンボリの顔してる、もうストロンボリとコーチマンとランピーの顔してるよみんな。お金集めて悪い顔してる、まあ、間違いない、もう対等社員ストロンボリとランピーとコーチマン悪い顔してる。もういい、もうみんなロバになればいい。だってもう普通に3万使ったもん、補欠を間違えたジュエルを貯めてたのに。なんでさ、補欠がジュエルなの。どういう考え方してんの。そうそう、豆の妖精に聞いてください。はい、こちらからは以上です。はい、イベント楽しみましょうね。はい、バイバーイ。